はい、ええ、遠野栄です。えそれでは今日はですね、同時多発時の注意点と題して、えお話をしたいと思います。ええ、どういう同時多発かというと、この2024年のお正月はいろんなところでいろんなことが起きてるんですね。日本ではご存知の通り、能登半島地震が起きて、しかも翌日に、 能登半島に救援に行こうとした海上保安庁の飛行機が羽田で JAL、えー、と、JAL の飛行機とぶつかって大事故を起こしましたよね。まあこんなことが続いて日本国中が今もここにずっと注意を引き付けられてますけれども、えー、世界ではまたいろんなことが起きててですね、 いろんなこと起きすぎているので、まあ、今日はもうスライドを使わずにザーっと口で言っちゃおうと思ってるんですけれども、まず、イスラム系のこの指導者が結構暗殺されてるわけですね。で、えー、まあ、去年の末にはですね、えー、あそこで、えー、シリアでですね、えー、一人、誰だったっけあ、ムサビ、ムサビさんという、えー イランの革命防衛軍の幹部がですね、暗殺されましたけど、それに続いて1月の3日には今度レバノンでハマスの幹部であるサーリフ・アル・アルリという人物が、これイスラエルのドローン攻撃によって殺害されています。で、この人物はハマスの 軍事部門を創設することに関わった人物で、今は政治部門のナンバー2で資金調達の方をやってるみたいですけれども、まあ10月7日のハマスの軍事テロ、あれにもまあ関連の深い人物でですね。まあこれはあの完全に、テロリストの指定を受けて、アメリカ政府からも7億円の懸賞金かけられているような人物ですね、えー。まあそういう人物が、 イスラエルによって殺害されたと。で、これに対して、レバノンのヒズボラが非常に怒ってまして、ヒズボラの最高指導者のナスララ氏はですね、必ず報復すると。これ結構お決まりの強行発言ではあるんですけれども、イスラエルがこちらに対して敵対行為をするなら、最後まで戦うという強行発言をしているわけですね。 まあそういうことがありました。えーまあ、ただ私自身はまあこのレバノンそのものがですね、えー、ヒズボラがまあ,あイスラエルと全面戦争するかどうかはまあちょっと疑問を持っています。というのはレバノン政府はですね、ヒズボラに暴発してほしくないと思ってるみたいですから。レバノンは経済が悪いんでですね、経済が悪いところにイスラエルと正面衝突をやったら国が持たないということで、 まあレバノンの中にヒズボラというまあ一つの政治勢力が結構根を張ってるんですけれどもまあレバノン政府はヒズボラに思いとどまってほしいと思っているみたいですからまあ全面対決になるかどうかは分かりませんがただイスラエルの方はですねまあいつまでもこのヒズボラが北の方からイスラエルを攻撃するんであれば もうこちらから先制攻撃を仕掛けると言い始めてますから、まあだからここにやっぱ火種があることは間違いないですね。まあそういったことがですね、ハマスの幹部暗殺によって起きました。そうすると、ほぼ同じ日に今度はイランで大きなテロがありました。えー、これが南西部の方で起きた、ちょうど南西部といえばですね、あのソレイマに司令官のお墓があるところなんです。 しかも、起きた日が、ソレイマニ司令官が4年前にアメリカによって暗殺されたこの命日の日に大きなテロが起きて100名ぐらい亡くなっちゃったわけですね。で、2カ所で大きな爆発が起きてですね、1カ所はどうも車の中に仕込んだ爆弾が遠隔操作で爆発したみたいですけども、もう1カ所はどうも自爆テロみたいです。まあ、これで100名ぐらいが亡くなって、も、ま、う、あ、 怪我者数もっと多かったわけですね。で、これについては、えー、ライシ大統領がすぐにですね、これ報復声明を出してますね。で、もう完全に念頭にイスラエルを置いてるわけです。で、その後、またあ、ハメレイ氏、最高指導者のハメレイ氏も、これ、えー、イランの邪悪な敵がこんなテロをやったと、これ完全にこれ、イスラエルをですね、念頭に置いて、もうこれ報復発言をしてるんで、 これはちょっと緊張が本当に走りました。ただ、これについてはアメリカがですね、まあ、すぐさま、まずアメリカは全く関与してないとホワイ。ホワイトハウス絡みですぐに手を打ってきて。で、これなんで手を打ったかというと、これが本格的な戦争になったら大事になるからですね。で、イスラエルもやってないと思うということで、えー、これをやったのは、あのー、 イスラム国ではないかと。IS ではないかと。IS の手口によく似てるからというふうなことをですね。声明を次、次、次々に出していって、うちがやってないということを言ったわけですね。ただ、ライシ大統領もハメネイ氏もこれイスラエルがやったんだろうと。当然バックにアメリカがいるんだろうということで、これ報復宣言をしたと。これ非常に緊張を発したんですけれども、翌日になって、イスラム国が、 声明を出したわけですね、えー、だからこれ、えー、多分ライシ大統領とかハメネイ師にとってはこれ肩透かしになったんじゃないかと思うわけですだから、えー、すぐにこのイスラム国に対してこれ徹底に報告するというのをこの副大統領にこの言わせて自分ではこの昨日イ,イスラエルに対して言いましたから言えなかったから副大統領に言わせて なんかあ、今日ですね。今日って今6日の日に、夜に撮ってますから、6日の日に11名ほど容疑者を捕まえたということで、これはあのイスラエルとの大ごとにはならない可能性もあると思ってますがあ、ただですね、とにかく中東で緊張状態があちこちに起きていることは間違いありません、えー。同時に南の方のイエメンではですね、えー、相変わらず風刺派が 航海からの出てくるところのこのお輸送航路のところで無差別に艦船に攻撃をしているのでえとうとうアメリカがですねこれ以上風刺派がこういう攻撃をするんだったら警告は今回がもう最後にすると言ってますから次にやったら今度アメリカ軍が軍事作戦をするぞという意味合いのことを言い始めてますんでここにも火種があるわけですね だから、中東ではですね、レバノン、それから、イエメン、イラン、これ3カ所で左が今起きてて、もちろんイスラエルではまだガザでやってるわけです。4カ所ですよね。こういったことが起きてるということは知っておくべきであると思います。それから同時に北朝鮮の方でもですね、昨日1月5日に結構いろんなことが起きてまして、ヨンピョン島という えー、韓国の島なんですが、もう北朝鮮に非常に近くて、10キロしか離れていないところにある島に対して、えー、1月5日の午前中に北朝鮮軍が200発の砲弾を撃ってきたということですね。これ、今から10年ぐらい前にもこういう砲弾事件があって、韓国軍の兵士が亡くなったりしてるんですけれども、またそこで挑発が起きてきたと。だから境界線でこういう挑発って起きやすいんですよね。 でそれに対してすぐさま韓国軍があこれに反撃すると言って、えー、その日の午後に、えー、逆側から今度砲弾を撃っていったともちろん威嚇射撃ですけれども、えー、撃ち合いをやったとそうするとその日の夜にですね、えー、また北朝鮮があ韓国がこういう挑発をする、まあ、自分が撃っといて 韓国がやったことが挑発だというのもおかしい話ですが、韓国がそういうふうに出てくるんだったら北朝鮮はとことんやるぞと。まあ、とにかく一歩も引かないような強気な発言が続いているわけです。そして翌日の1月6日に、また60発の砲弾を北朝鮮が撃ってきたと。で、これに対してすぐさま韓国はですね、もう緊張状態にあるわけですから、すぐさま、ああ、これ報復声明をして、これ以上北朝鮮が挑発するんだったら、こちらは軍事作戦やるぞと。 こっちもだから一触即発が続いているわけです。去年の年末からですね、一歩も引かないような緊張状態が、朝鮮半島でも起きているということを知っていただきたいと思うわけですね。で、えー、これどういうふうにして、これを解釈するかということなんですが、えー、まず去年のですね、年末の2024年の予言をですね、大川総裁が残された教えの中からの、 予言で、第一論点として、2024年は紛争が多発する可能性があるというものが、まあ年初から当たっているように見えるわけですね。で、えー、まずこれの見方の一つはですね、すべてがつながっている可能性があると思って見るというのがあると思います。これはまあ,あ、ヤイドロンさんなどがですね、おっしゃっていることですけど、 一個一個別個にあることを別個に見てるだけでは決してこの世界の情勢はわからないと。全部つながってる可能性があって、すべてをこう、糸を引いてる存在がある。相当プロフェッショナルに考えている存在がいるというふうな見方をされてますので、だこれが一個一個別個なのか全部つながってるのか、えー、少なくともこのつながりを可能性として見る目を忘れてはいけないと思います。 般若の知恵というものと、四季という知恵、六次元的知性と七次元以降の知性の違いというものを解かれたときに、般若の知恵、七次元以降の知恵には、それぞれのことのつながりを見ていくと、こういう目があるんだということを教えられているわけですね。だ一個一個のことが別個の事件として見えてるうちは、まだ六次元的な知性なのかもしれない。でも般若の知恵までなったときには、 この北朝鮮で起きたことと、中東で起きたことと、なんかウクライナの方でもですね、ロシアがウクライナにロシ、ロケットを撃ったらしいですね。北朝鮮製のロケットをウクライナに撃ったと。こういったことがどっかで繋がってるんじゃないかということを忘れてはならないと思うわけです。で、えー、もちろんですね、繋がってると言っても、何でもかんでも繋げて、 自分のですね我面飲水的に自分の都合のいいように持っていくということを進めているわけではありませんだからつなげていいこととつなげていけないことがあるでしょうからだからよーくいろんなものを見てですねその裏にあるものを読んでいかなければならないんですけれども私が今懸念,懸念するのは同時多発で紛争が起きている時にはこの意外なところで この別の地域からまた新たなですね、意外なことが起きる危険性があると見てるので、だから一つ今起きてることが陽動作戦のようになって、何かもっと重大なものが隠されてる可能性、こういったものも見ておくべきではないかなと思うわけですね。だから何かが同時に始まってないか、こういった目も持っていていいんじゃないかと思うわけです。まあこういうところが一つですね。 で、ええー、まあ、あとを感じるのはですね、まあ、やっぱりこういう時に、この、ネガティブになっちゃいけなくて、ポジティブな見方をどんどんとしていかないといけないと思うわけですね。えー、つまり、えー、例えば、まあ、こういう時にエルカンターレがいらっしゃったら、もう、いろんなことをまたですね、解き明かせてくださるのに、というふうなことはすぐに我々の頭にも浮かぶわけですが、だから、 あ今はこのそういうエルカンタレが地上にいらっしゃらないので、残念だと言ってるだけでは、これネガティブな世界に沈んでしまうので、私はそういうふうな考えは取りませんえ。むしろ、いや、これまでどれほどありがたかったのかというですね、感謝の糧にすべきだと思いますね。これまで3000冊にわたる本を説かれ、時事問題についても数多くの教えを説かれて、 あそういうことだったのかと世の中で起きていることの背景にはこんな真実があったんだという教えをいっぱい解かれているわけですねそれをもとにして私もなるべくこれまでの教えをもとにしながら今の地情法についての読み解きをさせていただいているわけです、まあ、そういうことでですね、まあ、これまでいただいたものがどれほどありがたかったのかという感謝の方につなげていくべきだとで 感謝と精進が信仰心を深めていくための心の持ち方だと教えていただいてるんで、だからこれをポジティブにですね、感謝の方向によりエルカンターレ信仰を強めていく方向に、まあ捉えていきたいもんだなというふうに感じているわけであります。で、そういう時にですね、まあなんかあの薄っぺらい巧妙思想的にですね、こういうその 暗いことはあんまり見すぎちゃいけないからという程度の薄っぺらい巧妙思想でポジティブにと言ってる意味ではございません。えー、そうじゃなくて、リアリスティックに今起きていることはですね、いろんなとこでいろんな事変が起きていることはよく見て、それについてはちゃんと認識した上で、しかも、この、それをポジティブに展開していくと。これが上昇思考的な腰の入った上昇思考としての ポジティブさというものをですね、まあ持っておくべきじゃないかなと思うわけであります。まあということで、2024年、いろんなことがどん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 起きてますが、まあ今年はですね、やっぱり年初に起きてることは、<laughs> 失礼。<laughs> その年の1年を占うものであるという流れをこれまで教えていただいてますので、だから2024年やっぱ甘くないじゃないかと、いろんなことが起きるんだという中で、 まあ、繰り返しになりますが、あネガティブではなくポジティブに今起きていることをですね、まあ、感謝の思いも強めながら、我々自身、犯者の知恵を磨きつつですね、いろんなものが繋がっていて、どこかで何かがですね、動いていないかということを見落とさないようにして、そして、まあ、進んでいきたいものだなというふうに思っているわけであります。えー、参考になれば幸いです。ありがとうございました。